はい、大阪大学タンパク質研究所の川端と申します。私はですね、先ほど、工藤さんに PDBJ の、基本的な、データの成り立ちとウェブサーバーの使い方という話があったと思うんですが、私は実は PDBJ の、管理運営に直接携わっている人間ではなくてですね、立体構造を使って、どういうふうな研究が展開できるかというようなことを研究している研究者だと思ってください。で、それで、今回は特に、アミノ酸配列からタンパク質の立体構造を構築する方法について、それを、モデリングというふうに、一応呼んでるわけですけども、について、アミノ酸配列から、タンパクの立体構造を予測する方法について、中心に説明したいと思います。で、タイトルは、私がいただいたお題は、ゲノム配列とタンパク質立体構造の統合的検索とモデリングというふうになっていてですね、で、ちょっとこのお題は大変なお題だなと思うんですけども、最初に白状してしまうと、統合的検索というのが現状でできているかどうか、ちょっと疑問なところがあって、これはどちらかというと、統合的に解析を進めていきたいなっていう、希望というんですかね、意欲を示した言葉だと思ってください。で、ただ、こういう話題自体が、私は無関係ではなくて、それをちょっと1枚自己紹介ながら、スライドを入れたんですけれども、私は実は今タンパク系にいるんですけれども、昔15年ぐらい前ですかねに、遺伝研、国立遺伝の研究所にいました。で、その時に、先ほど DDBJ の中村先生のお話があったと思うんですが、中村先生の所属を見るとですね、大量遺伝情報研究室教授となっていて、実は私も大量遺伝情報研究室の教授の下でポスドクをやってたことがあるんですね。ただ、その時のボスは中村先生ではない別の方だったんですけれども、ともかくそういう、意味で、DDBJ というか遺伝系と少し私は関係がありました。で、当時15年ぐらい前にちょうどヒトゲノムが出ようとしてた頃で、ゲノム規模の、ゲノムコンプリートゲノムが出た、どんどんバクテリアが出始めていた頃で、それで大量のゲノム由来のアミノ酸配列が算出されていて、それのアノテーションをどうするかっていうのが非常に問題になっていた時期がありました。で、その時に、タンパク質の立体構造を全部予測することで、その構造を通じて、遺伝子のアノテーションをしようというプロジェクトで雇われていて、その時に GTOP というデータベースを私がファーストオーサーで、みんなで作っていました。で、当時はもう昔なので、そんなにたくさんゲノムはないんですが、それでも、バクテリアを中心に41種のゲノムの、由来のタンパク質がでも含まれていると。で、当時はまだ人が完全に出てなくて、真核はイーストとドロソフィラと線虫しか入ってなかったんですが、それでもかなりの、量のものが含まれていた。で、それぞれに対して、サイブラストっていう、ブラストのアドバンスのものを使ってホモロジーモデリングで立体構造を予測するというようなことを、やっていました。で、それで、これはもう随分前で、で、この後僕は遺伝研を去って別の職場に移動してですね、この管理から完全に足を洗ってしまったので、今の状況としては、このデータベース自体は2010年でもう更新が止まっちゃっていて、今別のプロジェクトで、人だけに注目した HGTOP っていうのが開発中ということで、これの紹介もしようかと思ったんですが、ちょっとまだ、外へ出すのには時期尚早だと判断して、これはまだ今日は全然説明しません。で、こういうことをやっていて、その時に、ゲノム規模の配列っていうのと、立体構造の関係づけみたいなことをいろいろやっていました。で、それで、そういう、ゲノム配列、DNA ですよね、というのの、立体構造をつなぐっていうこと、意味っていうのがどこにあるのかっていうのは、当時からいろいろ議論があったんですけれども、当時特に言われてたのは、ゲノム配列がいっぱい決まってきて、タンパク質として翻訳されるんだけれども、分子機能が全然わからないものが非常に多数あると。で、その時に、立体構造は分子機能と直結するはずなので、タンパク質の立体構造を知ることによって分子機能推定につながるはずだという、そういう非常に強い主張をする、方がいました。で、これが、最終的にはストラクチャルジェノミクスっていう、プロジェクトに、日本だとタンパク3000というのが、これ走るきっかけになる考えになったということです。
でこれはまあ、そこまで言えるかどうかは、議論があるけれども、まあ、一応一定の成果を得たというようなことになっていると思います。でそれで、実は私が今雇われているプロジェクトも実はこれに関係する皇族のプロジェクトなので、まあ、こういう考え方自体にまあ従っているということになります。であとは、まあ、全ての配列が明らかになったということで、今までは個別のタンパク質自体の立体構造を決めてたんですけれども、人のプロテオーム全体として、あるいは大腸菌のプロテオーム全体としてどういう、タンパク質の形が使われているかという全数調査というのを行うことができると。でこれによって、ある生物種のタンパクの立体構造から見た、サーベイというのをすることができるという、こんなようなことを主張する方もいました。で僕もちょっとこれ昔の論文から、コピペしてきたんですけど、例えば、バクテリアでどんな形が多く使われているかとか、古細菌でどんな形が多いかとか、真核でどうかとか、まあ、それぞれこう癖が出てくるんですね。でこういうのを、まあ、面白がるという、そういう立場もあったように思います。でそれで、最近、2015年になってですね、まあ、こういう話はだんだん一段落してきて、一つやっぱり注目を浴びているのは、次世代シーケンサーでパーソナルゲノムが非常に大量に出てくることによって、SNPですね、個人でほんの少しだけ違う塩基の違いで、それがまあ、その人の健康とかにどのくらい影響、表現的に影響を及ぼすかということ自体を、考えるということが、まあ、非常に重要なテーマになっていて、その時タンパク質の立体構造が役に立つはずだというふうに主張する方もいらっしゃるということで、で今日は、かろうじてこの話はちょっとやってみようかと思っています。でこちらの2つは、まあ、今日は割愛ということで、スニップの影響を立体構造で考えるということを少し、演習の中に取り入れてみました。でそれで、結局今日何をやるかというと、最初言ったように、まあ、ホモロジーモデリングということをやります。でこれは結局アミノ酸配列から構造を予測することなので、まあすごく広い解釈として、アミノ酸配列がゲノム由来だとすれば、まあゲノムとタンパク質の構造をこう統合的に何かしているというふうなことだと思って許してくださいということです。まあこのこと自体は非常に有用な技術なので、知っておく価値があることだと思います。それで、ホモロジーモデリングはまあ、いろんなプログラムやサーバーが出ているんですけれども、我々は、ね、ホムコスというサーバーを今作っていて、これは普通のホモロジーモデリングはタンパク質1個だけをモデリングするんですが、タンパク質の複合体、タンパク質と他のタンパク質とか、タンパク質と DNA とか、タンパク質と低分子化合物とかで複合体になっているものを丸ごとをテンプレートでモデリングするということを目指しているサーバーです。でこれをまあ使っメインに使って、まず単量体と結合分子を予測してみて、でこれを利用して、SNPの解析をちょっとやってみましょうということです。ここで NBDC のから、リンクが貼ってある、ヒューマンバリエーションデータベースのを使わせていただくということにします。であと時間があればヘテロ複合体の予測や化合物タンパク質の複合体の予測というのもやってみましょうということです。でまあ、ホモロジーモデリングというのは一体、どういうものなのかというのを最初に、口で説明します。で、まあ、要するに、かいつまんでポイントを言うとですね、立体構造は配列より進化的に保存しやすいという、まあ、こういう経験則がありますの で, でこれ自体はもう配列と立体構造というのが基本的なもう原理と非常に重要なものだと僕は思っています。でこれが成り立つので、先ほど中村先生からブラストの演習というのがあったと思うんですが、ブラストはいろんなアミノ酸配列や DNA の比較に使えるんですけれども、ブラストを立体構造が分かっているタンパク質、まあ、PDB に入っているものに、かけるということは、これは特別な意味を持っていて、これは立体構造予測をしようとしているということとほぼ同じになります。なので我々にとってブラストっていうのは相動性検索ではなくて立体構造予測のツールだというふうに、極論すれば見なすこともできるというこういうことです。まあ、それをちょっと説明すると、これはまあ、とある何か例があった方がいいかなと思って持ってきたんですけれども、フラボドキシンというタンパク質のこちら側がピロリ菌で、こちらが大腸菌のフラボドキシンですね。で、バクテリア
について詳しい方は、まあ、ある程度ご存知かと思いますけれども、ピロリ菌と大腸菌というのは、比較的近いバクテリア で、だけど近いといっても、そこそこ実際にアミノ酸配列を決めてみると結構違いがあります。でこれスターがついているところが同じ配列だから、まあ、半分ぐらい、44% しか配列は同じでないですね。だけど、立体構造を見るとかなり、まあ、こう似ていると、極めて似ている。で、というかもうほとんど同じように、この辺のヘリックスの巻きがちょっと一巻き多いなぐらいのところ以外はほとんど同じように、まあ、見えるという。で、まあ、これを見ても構成要素の半分が入れ替わっていても立体構造は全然ずれていないということから、まあ、配列が似ていれば立体構造 もうほとんど似ているんだなということが分かります。でそれをもうちょっと包括的に調べたのはこれで、これグロビンのファミリーについて、横軸がシークエンスの一致度ですね、シークエンスアイデンティティで、縦軸が、RMSD という量で、まあ、構造のずれですね。で単位がオングストロームっていうので書かれてるんですけれども、まあ、配列が一致していればいているほど、非常にずれは少なくて、30% ぐらいまではこう緩やかにこう上がってくるんですが、 30% を切ると急速にわっと上がってくるというふうになります。でこう急速に上がっているといっても、この大体2オングストローム以下ぐらいでかなりのものが収まってくるんですが、2っていうのは、あまりオングストロームという単位に馴染みがない方もいらっしゃるかと思いますけど、アミノ酸配列の隣のアミノ酸の距離っていうのは大体 3.8 オングストローム、このくらいなんですね。だから2というのは、1アミノ酸分もずれていないという。30% 以上であれば、構造のずれは1アミノ酸間の距離を下回るということになります。だから、いわゆるブラストで一致度が出るのは 25% ぐらいなので、ブラストで優位にヒットしているものは、ほとんど立体構造はずれていないというふうなことが、言えると思います。平均としてですね。で、それで、これもちょっと別の文脈で持ってきたんですけども、まあ、どのくらい似ていれば相同である、立体構造が似ていると言えるかっていうと、まあ、大体目安としては 30% 以上で、ブラストの E バリューが、まあ、かなり低いもので、これで 25% ぐらいで、本当はもっと類似性が低くても立体構造が似ているものもあるんですけれども、そういうのを追いかけようとする人はサイブラストを使ったり、あるいは立体構造そのものを見ると。ことも必要になってくるけれども、今回はここはやりません。まあ、ブラストで、まあ、できる範囲で、やりましょうということになります。で、それで、この原理ですね、つまり配列が半分ぐらい似ていれば立体構造はこのくらい似ているので、例えば、大腸菌の立体構造は分かっていて、ピロリ菌はもうこれが分からなかった。この構造は分からなくても、配列が分かっていてすごく似てるんであれば、大体これと同じだなって言えば、まあ、そこそこ当たるという、そういう予測の仕方ができるということはお分かりになるかと思います。でそれをやるのがホモロジーモデリングという方法です。で、ホモロジーモデリングは、まあ、原理としては立体構造はアミノ酸配列を保存しやすいということを利用してモデリングするという方法で、大体大きく2ステップに分かれていて、で一つ最初のステップは予測したい、アミノ酸配列、これは構造がわからないというものと、立体構造データベースに入っている構造がわかっているタンパク質を何らかの方法で比較して、この中のどれかに一番近いとしたらどれに近いだろうかということを、まあ、推定します。で、なんか一つこう鋳型構造、テンプレート構造っていうのを選んできて、でそのテンプレート構造を、配列を、まあ、うまく置き換えて、足りない部分はうまく作り直してこう出来上がりと、こういうステップです。で最初のステップ、鋳型構造を見せてくるというのはホールド認識、ホールドリコグニションとかっていう名前にして、後半の、実際に鋳型に配列を乗せ替える作業のことを、まあ、モデリングと呼ぶことにします。でホールド認識の方法は、これいろんな方法があるんですが、とりあえず一番簡単なのは普通にブラストをかけるだけです。配列相同性だけを使うと。で他にもサイブラストとかハマーを使うプロフィール法とか、構造のと、アミノ酸の関係性を使うスレディングとかいろいろあるんですが、まあ、とりあえずブラストだけで今回は。これでも、まあ、そこそこ当てることはできます。で、
後半のこの鋳型が出てきた後、乗せていく作業っていうのは、これは結構簡単そうで面倒くさい作業になるんですけれども、ですね、例えば予測したい配列がこれで、鋳型となる構造がこういうふうなアライメントだった時に、鋳型になる部分が足りない場合ですね、テンプレートがここだけどモデルはこういうのを作んなきゃいけないと、でこの部分を作るという作業、この結構面倒くさいこと。あとは、速差の入れ替えですね。こうフェニュアラニンだったところがチロシンになったら、こう OH をつけなきゃいけないという、こういう作業をする。まあ、やっぱり何らかの、物理化学的なエネルギー関数を導入して、それを最小化するみたいな作業が必ず出てきます。で、これをやるソフトもいろいろあるんですけれども、とりあえず、ここではまあモデラー、これ一番多分よく使われていると思うので、を、今回は紹介します。でモデラーだ と,、最終的にはシミュレーテッドアニーリングという技法を使って、この高速鋳型構造に近くなるということをエネルギー関数の中に組み込んでしまってまとめて全部ミニマイズをかけるという形でモデリングをするのだそうです。それであともう一つ留意しなければいけないのはこうしたホモロジーモデリングを使って予測する場合っていうのはもう宿命的に予測したいタンパク質と鋳型のタンパク質の配列の類似性に従って予測精度がもう決まってしまいます。で、つまり配列がほとんど同じだった場合ですね。これ横軸、縦軸がこうシークエンスシミュラリティになっている。これベーカーとサイエンスのレビュー記事からも取ってきたんですけれども、例えば配列予測対象配列と鋳型のシークエンスのアイデンティティが 50% を超える場合というのはこれ赤と青が予測構造と本当の構造を重ね合わせているんですがこの場合は非常に正確に RMS で1オングストロム程度で当てることができます。でその場合はかなり精密な議論として使うことができて例えば反応メカニズムを考えるとかリガンドを設計するとかって非常に細かく実際の実験で解けたのと同じようなことが可能になる。と思っていいと思います。で、50% を切ると、だんだんズレがこう出てくるんですね。で、だけど、まあ、これでも、大雑把なドッキングであるとか、あるいは結晶をやってる方は知ってると思うんです。分子置換の鋳型にするとか、っていうんであれば、このくらいであれば十分使えるというふうになります。で、30% を切ってくると、だんだん、場所によってはすごくズレるところも出てくるんですが、これでも、例えば、ポイントミューテーションの実験があって、それを構造をベースにして何か説明したいとかそんなような議論であるとか電源のフィッティングとかすごく荒っぽいモデリングであればこれでも十分使えるだろうというようなそんなようなことを彼らは主張しています。なのでまあホモロジーモデリングをする場合っていうのはとにかく鋳型と標的配列のアミノ酸がどのくらい似てるかっていうのをまず見ていただいてそれによって予測の精度はもうコントロールされてしまうということは留意してください。それで、今言ったホモロジーモデリングというやり方と、っていうのは、相反するアプローチというか、この真逆の方向性として、アビニシオ予測とかデノボ予測、非経験的予測というスタイルがあります。で、それもちょっとだけ言及しておくと、で、ホモロジーモデリングっていうのは、結局、鋳型の構造がデータベースに登録されていることが大前提になります。で鋳型の構造が、にできるだけ近いように載せていくのでうまい鋳型がなければ基本的には予測は全然できなくなってしまうとそういう、デメリットがあります。でアビニシオとかデノボ予測っていうのはこれは鋳型構造を全然使わずに本当に、いわゆる物理科学的な原理に従ってエネルギー的に自由エネルギー的に安定な立体構造を組み上げていくあるいは分子シミュレーションを駆使して求めていくそうなような手法です。でこれらは鋳型構造を全然使わないので、どんなタンパク質でも一応予測を適用することができると。でホモロジーモデリングは一般性とにかく鋳型がなければできないので一般性としては低い。ただ、良い鋳型があれば計算量はすごく少なくて予測精度も良い鋳型があれば似た鋳型があれば非常に高いと。ただ、デノボノとかアミニシオは計算量一般にものすごいかかります。し高い精度を得るにはやっぱり相応の計算量を投下しない と,、それに見合ったものが出てこないというこういう傾向があるということですね。それで、モデリングにいろんなフェーズがあるんですが単体のタンパクの一体構造予測含
合体の予測、あるいは低分子タンパクの複合体の予測っていうので、それぞれ鋳型ベースの方法とアビニシオ非経験値の方法で、まあそれぞれプログラムは準備されているということになります。で今回はこちら側のことは全く全然ほとんど言及せずに、こちら側の方ですねを、まあ、中心に説明する、まあ、それはなぜかというと、特にビギナーの方はですね、こちらをやるのはなかなか厄介で、相応の計算機を用意する必要がありますし、プログラムを使いこなすにもそれなりの技術がいります。でホモロジーモデリングであればいい型があれば非常にほぼオートマチックに構造をビルドすることができるので、こちらの方が、まあ、とりあえずやってみるのにはおすすめであるということになります。でそれで、実際にやってみようというのをやろうかとも思ったんですけれども、今回はあんまり時間がなくてですね、かつ、他の4拠点と共同でやるということで、あんまり特殊なソフトのインストールをお願いするのもこう躊躇されるところがあったので、大体の気分だけを説明しますね。ですごく簡単な鋳型構造を探すんであれば、簡単に鋳型構造を探すんであれば、先ほど工藤さんが説明した PDBJ のウェブサイトでシークエンスナビゲーターっていう、まあ、要するにブラストが中で走っているんですが、それを適用すれば、まあ、できます。でこれは、6月に、PDBJ-ING っていう講習会で使った資料から持ってきたんですが、この場合は、カルモジュリン・ライク・プロテイン5っていうちょっとマイナーなカルモジュリンと似ているタンパク質のモデリングをしようと試みた時 でこれは PDBJ に行ってシークエンスナビゲーターというのを選ん でこのカルモジュリン・ライク・プロテイン5というののアミノ酸配列をまあどこからか入手してきてコピペして、サブミットすれば似ている順番に流れてくる。でこれは当然、そうなるようにしたんですが、カルモジュリン・ライク・プロテインと一番似ている立体構造が決まっているのはカルモジュリンというのがまあ出てくるという。でこれで鋳型を探すことはできます。それで、この後、これでまあ一応、フォールドリコグニションっていうか、鋳型を探すっていう作業はここで終わるんですね。で、この後、モデリングをしなきゃいけないんですが、その時に、6月でやった時は、ですね、モデラーっていうプログラムが、まあ、フリーウェア、アカデミックフリーのフリーウェアで、これ、モデリングをするプログラムなんですけれども、これを使ってやろうとしました。でただモデラー自体は、コマンドラインで Python-like のスクリプトを打ち込んで使うというふうになっていて、なかなか、ビギナーの方には敷居が高いので、UCSF キメラっていうこれ、分子ビューアーのソフトなんですけれども、これに、モデラーを内部から実行するような GUI がついています。でこれを使ってやると、比較的楽に、モデリングをすることになります。まあ、大体のやり方としては、このキメラっていうソフトを立ち上げて、立体構造と配列を両方読み込んでアライメントさせる。これがまあアライメント。これは自動的に2つ読んでアライメントの操作をするとできます。それで、モデラーを起動するっていうパネルがこの辺から立ち上げることができるので、それで、モデラーをインストールしてある必要があるんですが、すると、この鋳型構造をもとにこういう構造がバッと出てくるというようなことができます。でこれは、その前回の講習会の資料が、PDBJ に置いてありますので、興味がある方はこの辺を見ると、細かい、インストールの手続きから、どうやればこれが出るかというのが書いてありますので、見てみてください。今日はちょっと煩雑になるので、これは少数割愛させていただきます。それで先ほど工藤さんから PDBJ の右横に JV とか JMOL とか JSMOL とか MOLMIL とかこういろんなブラウザーの中で立体構造を見るソフトがあって、それをでまあとりあえず立体構造を見ることができるというふうな話があったんですが、より細かく特に立体構造を操作すればですね、モデリングするとか速差を入れ替えるとかっていうのは、やはり専用のソフトを内部でインストールした方がいろんなことができます。でとりあえず、まあ、いろんなソフトがあるんですが、キミラっていうソフトだと、まあ、いろんな例えばリガンド分子と近接している残機の同定であるとか、距離を測定するとか、静電ポテンシャルで分子表面を色分けするとか、先ほど言ったように配列と立体構造のアライメントをするとか、
あと簡単な一段基地間であれば決めらないでコマンドでできますとか、モーフィングアニメーションとか結構いろんな機能がこうついていてですね。でそれを全部説明すると大変なので本があります。これは宣伝です。見てわかる構造生命科学で、これは中野敗先生の編集で、僕も結構な分量を書いたんですが、これこの本にキメラとラズモルとパイモルの使い方がかなり細かく書いてあるので、興味がある方はこれを買っていただければこういうことができるということですね。あ、そうですか、すみません。であとキメラは結構熱心にいろんなプログラムのインターフェースを作ることをやっていて、最近オトドックビナっていう低分子のドッキングプログラムのインターフェースも同じようについていて、キメラの中からドッキング低分子タンパクの上に低分子を載せるという計算ですね、というのを実行するということができるようになっていますので、まあ、これも興味があれば見ていただければと思います。これも今日は全然やりません、全くやらないんですけれども、興味ある方はこの本を見ていただくか、先ほどの資料を見てください。でそれでその後ですね、複合体のホモロジーモデリングについてちょっと説明します。でこれはホムコスのイントロなんですけれども、タンパクの立体構造が分かって、何が分かるのかということを考えてみたときに、実際のところ、あるタンパク質1個だけの立体構造が分かっても、実は機能に関わる情報っていうのはそんなによくは分からない。で、理想的にはこれ、例えばプロテインキナーゼのサイクルインディペンデントプロテインキナーゼの例なんですけれども、これプロテインキナーゼっていうのはご存知でなきゃいけないと思うんですが、ATP を ADP に変えたときにリン酸基を一つ出してきて、それを他のタンパク質に転移するんですね、セリン化するように。で、その他のタンパク質はまあこれだと、サブストレートだと。で、サイクリンディペンデントなので、サイクリンという別のタンパク質が結合することによって、これは活性化されると。だから、重要な役者は4つあって、キナーゼ本体と ATP か ADP と、基質となる他のタンパク質と、正常タンパクであるサイクリンと。でこの4つがどういうふうに配置しているかっていうのが全部分かって、初めて CDK2 っていうこのタンパク質の、これを、機能が理解できると。これたまたまというか非常な努力の末こういう構造が出てるんですね。サイクリンと ATP と基質と、サイクリンと CDK2 と基質と ATP です。でこういう構造が出ると、あ、こういうふうに、制御されて、CDK2 は活性がオンになるんだとか、リン酸基はここからこういうふうに転移するんだとかって、こういうことが非常に極めてクリアに分かってくると。なのでもし分かるのであれば、何とかしてこれ1個ではなくてこれ全体を得るような努力をした方がいろんなことが分かるだろうということは確かなんだと思います。でそれで何とかして複合体のモデリングをしたいんですけれども、一応先ほど言ったホモロジーモデリングの考え方を複合体に拡張してやるということは原理的には可能です。先ほど説明したのは単量体の場合で、こう基地の立体構造が1個あったときにこれを鋳型にして、このアミノ酸配列にこう乗せ替えていけば予測の立体構造ができると。で同じことはタンパク質の2量体の複合体を予測することも時もできて、このアミノ酸配列2つの複合体の構造を予測したいときに、これら2つとホモロガスなタンパク質の利用体の立体構造が分かっていれば、それぞれのアミノ酸配列を入れ替えることによって予測することができる。で同じことは化合物タンパク質の複合体でもそうで、このタンパク質のアミノ酸配列とこの化合物の複合体を予測したいときに、このタンパク質のホモログのタンパク質とこの化合物と比較的よく似た化合物の複合体の構造が決まっていれば、それを鋳型にしてこれとこれを入れ替えることによって予測の立体構造ができるという、こういうことが少なくとも原理的には可能だということになります。それでちょっと話がややこしくなってくるんですが、複合体の立体構造の場合ではもうちょっと別のやり方があって、つまり複合体は分かってないけれども、それぞれの単量体の立体構造は分かっている場合って、まあ、こういうこともないわけではないわけです。でその場合は鋳型となるタンパク質の複合体立体構造にそれぞれこれがもう分かっているんですね。
要素になるもの、部品となるタンパク質の一体構造が分かっているのであれば、これと重なるように置けばそれで網膜ができると。で、同じことは化合物でも言えて、アポのタンパク質とこの化合物の一体構造が分かっていて、鋳型があればそれぞれ重ねればできるという、こういうやり方をやっている人もいます。で、それを、いろんな呼び方があって混乱してくるんですけど、これをテンプレートベースドドッキングで、こちら側をテンプレートベースドモデリングというふうに言っているレビューの記事を見たこともあります。で、それで、まあ、こうやって複合体の立体構造も予測できるんですが、そもそも、複合体の立体構造っていうのは、単量体の立体構造は配列に従って非常にコンサバティブに変化していくということが昔から示されているんですけども、複合体もそうなのかっていうのは結構議論があって、それで気になって最近僕も調べ始めてるんですけれども、一般的には単量体であろうと、複合体であろうと、まあやっぱりこれは、縦軸はさっきの逆で、構造の似ている度合いを示しているんですが、こちら横軸が配列のアイデンティティですね。で、単量体がこの線で、赤がホモ二量体で、緑がヘテロで、青がヘムトタンパク質と複合体なんですが、まあ、これメディアンを書いてるんですよ。メディアン中心値で見ると、まあ、そんなに変わらないく見えると。ただ、悪い方にすごく外すことがあるという傾向が、まあ、出てきていて、で、まあ、これについてあんまり説明しませんけれども、複合体の場合は特に低分子、特に極端に言うとマグネシウムとかカルシウムのイオンの場合には、そもそも結合部位が複数あるような場合はとてもホモログによってこっちについたりこっちについたりするってことが結構起きると。あとはここでもこれすごくテクニカルな重要なんですが、そもそも結晶から複合体がちゃんと出てるのかっていうことに疑問があるっていう、ここはあんまり説明しませんけれども、というちょっとテクニカルな事情があって、すごく外すときもあるように見えるということです。ただ、アベレージメディアンで見るとそんなに、悪くはないというのが多分現実なんじゃないかなと思ってます。で、それで、ホムコスという、サーバーを今作っていて、アドレス、Google でホムコスって入れれば今一番上に出てきます。で、いろんなことができるようになってるんですが、最初に作り始めたのはこの辺からで、アミノ酸配列を2つ入れて、入力して鋳型を探して、鋳型があればそれをもとに複合体を作る、こう予測するというサービス と、それをちょっと拡張して化合物とアミノ酸配列を入力すると、それぞれこのアミノ酸配列に似ているものとこの化合物に似ているものを PDB の中に探して、良い鋳型があればそれでモデルを作るというサービスをまず作りました。で、その後意外に鋳型となる構造がない相互作用っていうのは非常に多数あるってことがだんだん分かってきて、それだと鋳型がないといって何にも構造が出ないのは寂しいので、鋳型がある構造っていうのをそもそも探す、鋳型があるタンパク質ペアっていうのを探すっていうことがまず大事なのかなと思って、これを作りました。これは、1つのアミノ酸配列を入れて、そのアミノ酸配列の相同なタンパク質が相互作用している他の分子のリストを列挙するっていうさ。で、これは実は結構、使い勝手が良くてですね、いろんな局面で使うことができて、これを前半の中心として説明したいと思います。で、やってることをこの、一番上のサービスですね、これをもうちょっと原理を説明したのはこれで、何をするかというと、まずアミノ酸配列を1本入れます。そうすると普通にブラストをPDB の中に入っているタンパク質のアミノ酸配列にしてブラストがかかります。で、ブラストが終わると当然、ホモロガスなタンパク質のリストっていうのが出てきて、で、このホモロガスなタンパク質のリストとペッコホムコスではそれぞれの PDB に入っているタンパク質が他のどんな分子と結合しているのかっていうのをテーブルを持ってます。で、これとこれを組み合わせると、要するに何が出たかっていうと、こういういろんな他の分子のリストが出てきて、つまり最初の配列とホモロガスなタンパク質が相互作用している全分子のリストが出ることになる。で、相互作用というものが進化の過程においてある程度保存するのであれば、
ホモログが相互作用している他の分子はこの人も相互作用するに違いないという意味において相互作用をすると予測できるというこういうロジックです。で、やってみましょうという講習会ですから、ね、でやってみることにします。でですね、あれだ、あんまり、ブラウザを立ち上げていただいて、ですね、Google でホムコスとやると、ホムコスっていうのが、我々のがついに一番に来ることになりますので、これで、クリックしていただくと、ホムコスのトップページに来ます。それで、いろんなサービスがあるんですが、このタンパク質に対する検索っていうのを選んでください。で、そうすると、タンパク質のアミノ酸配列を、入力する画面が出ます。で、いろいろ要望があって、いろんな形でアミノ酸配列を入れるようにしてるんですが、まず PDB の ID を入れてしまうというやり方もあります。で、あとはタンパク質の配列の ID を入れるという方法があって、あと、一番、プリミティブなのはアミノ酸配列を一文字表記ここにバーッとコピペしてしまうということです。ホムコスの思想としては、多分特に午前中のお話とかはキーワード検索を非常に拡張して使う話、セマンティックウェーブっていうのは基本的にそういうものだと思うんですけども、お話があったんですが、ホムコスはそういうのとは背を向けていて、基本的にアミノ酸配列かタンパク質の ID しか相手にしてないという、そういうちょっとそっけないんですけれども、目的がそういうものなので我慢してください。で、ここでアミノ酸配列を入れなきゃいけないんですけれども、ですね、今回は CDK3 アンダーバーヒューマンというのを入れてみてください。CDK2 っていうのが非常に、有名なセルサイクルを制御している、さっきもちょっと A を出しました。サイクルインディペンデントプロテインカイネースの2番です。で、2番以外に、人は確か5番までパラログがあって、それらも似たような機能をしているんですが、ちょっと重要性が低いので、あんまり立体構造は解けていない。だけど、ホモロジーモデルができそうなので、それを、ホモロジーモデリングをしようとしてみましょうと。で、ここで CDK2 と入れてもいいんですが、そうすると自分自身がいっぱい出てくるだけなので、まあ、予測としてはあんまり面白くないので、CDK3 アンダーバーヒューマン。これユニプロットの ID ですね。ご存知の方はご存知かと思いますけれども、前半のこのアンダーバーで2つ文字が仕切られていて、後半が生物神明ですね。この場合ヒューマンだからホモサピエンスで人です。で、前半がユニプロットが採用している、まあ、遺伝子名みたいなものです。で、これで、サーチと全員でやると、まあ、サーバーの負荷実験みたいな感じなんですけれども、多分大丈夫じゃないかと思います。頑張れって感じですね。あ、来ましたね。ここまで来ましたかね。うまくいかなかったら言ってください。画面が真っ白になるとか、なんかあれば。で、この画面なんですが、いくつかのパートからなっていて、これデフォルトではコンタクトバーって言われている、表示で、バー表示で表示されています。で、まず一番最初のセクションがユニプロットのフィーチャーテーブルに書いてあるものが、バーで示されていて、これは見方はこれ305の長さのタンパク質なんですね。で、それで、バーがこういうふうに何だティックが切ってあって、メモリがこれ0、100、200、300、305っていうか、これは50ずつの刻みです。で、ユニプロットの、フィーチャーテーブルというところに、どこからどこまでの領域はこういう意味を持っているというのが書いてあるのが、それがここに書いてあります。プロテインカイネスというドメインがあって、ヌクレオチドの ATP のバイニングサイトが、この辺と、で、アクティブサイトがここにあるとかっていうのが書いてある。で、その後、モノマー、ヘテロとかっていう情報がわーっと続いていて、で、後半にコンパウンドっていうのが出てきます。で、これはそれぞれどんな感じになっているかというと、モノマーっていうのは、
相互作用する分子はとりあえず考えないでおいて、そのこのタンパク質全長としてどんな PDB に入っているタンパク質と相同であったかということです。で、代表構造だけを書いてあります。この場合はこの PDBi の 1FIN の C チェーンというものと 76.7% の相同性でヒットしている。これは当然 CDK3 を入れたので、一番有名は CDK2 がこう予想通りヒットしてきます。で、これは二次構造です。赤っぽいのがヘリックスで黄色がベータシートです。で、その後、それで、この 3D って書いてある小さなアイコンをクリックしてみてください。そうすると一体構造が表示されるはずです。こうなんですね。で、これ、JSMOL というのを使っていて、ちょっと動作は遅いんですが、まあ大抵のプラットフォームで一応動くと思います。で、ここに表示されている構造が、これは CDK3 を、標的の配列としたんですが、ここに出ているのは基本的に鋳型構造です。で、ここに、実はちょっと情報が書いてあって、クエリーは CDK3 アンダーバーヒューマンですけど、この、テンプレートにしたのは CDK2 アンダーバーヒューマンということです。で、アライメントはここに出ていて、かなり似てるんですけれども、3割違うと、70% ぐらいの類似性です。ここの一番上にあるのが予測しようとしているもので、2段目にあるのがテンプレートです。で、テンプレートには、二次構造や、埋没しているか、エクスポーズか、バリード、露出しているか、埋もれているかという情報が書かれています。それで、これでですね、この構造自体を、ローカルにダウンロードして使いたいという場合に、3通り、いくつかの選択肢が用意されていて、で、一番上に書かれているのは、シークエンスリプレースド 3D モデルって書いてあるもので、これは何かというと、ホモロジーモデリングっていうのは、実はテンプレートを出した後にモデリングっていう作業をしなきゃいけなくて、即座を入れ替えて原子を作り直したりとか、インサーションデリーションが激しくある場合はループのリモデリングっていうかなり面倒くさいエネルギー最小化の操作をしなきゃいけないことになります。で、それはサーバー、ウェブサーバーでのにはちょっと負荷が高いので、今回は鋳型構造のアミノ酸配列やアミノ酸名を標的の配列に入れ替えただけのモデルってことです。つまり例えばこの2番目のアミノ酸はこれ、グルタミン酸がテンプレートなんですが、本当はアスパラギン酸でなければいけないと。で、それはちゃんとモデリングをしないといけないんですが、このシークエンスリプレイスモデルっていうのは単純に、グルって書いてあるところをアスプって書き直しちゃうだけで済まして OK と。だから本当はちゃんとモデリングされてないんだけど、残機番号と残機名は合ってるという、そんなようなものですね。それがこれです。で、これでもまあ、相応のことは言えるので、大体の残機の位置関係は分かるから、それで言えることも結構多いと思ってこれを作ってあります。で、この緑色のストップ、テンプレートの構造そのものがダウンロードできて、で、あと、モデラースクリプトっていうのがあって、これはモデラーをインストールしてある方は、なんかちょっとうまく動いてないですね。まあいいや、こっち側がちょっとサーバートラブルかな。こうですね。モデラーをインストールしてある方は、この手順に従って、モデラーに入力するスクリプトっていうのをサーバーからダウンロードすることができて、モデラーで作った構造をサーバーは生成しないんですが、モデラーに入力させるファイルをサーバーが生成することができると、そんなふうになっています。ということです。で、ちょっとその他の4拠点との関係を少し考えるためにですね、先ほどこれユニプロットの ID を CDK3 アンダーバーヒューマンというのを入れたんですけれども、他のタンパク質の ID というのは他にも何通りかあって、でホムコスはいくつかのものにユニプロット以外のものにもいくつか対応しています。で、で一つは INSDC っていうのは、これは要するに、DDBJ エンブル、ジェンバンクの共同体が作っている、DNA のデータベースに書いてあるプロテイン ID
とレフセックのプロテイン ID も一応入力することができるようになっています。で、このタンパク質の ID に関しては非常に話が似たような、すごく似てるんだけどほんの少しだけ違うようなアミノ酸列が大量にあって、それぞれ別々の ID が振られていて、すごく混乱を極めている感じがするんですが、とりあえず一番確実なのはやはりアミノ酸配列を時間に入力するっていうのは、これが一番確実です。これはもう確実に長さと種類を決めるので、これはPDB にも書いてあるし、ホムコスでも当然検索ができます。で、それで、PDB の立体構造のファイルにはですね、できるだけ、構造を決めたタンパク質の、配列の ID を書くようになっていて、で、主に、ユニプロットの ID か、アクセション番号がほとんどのものに書いてあります。ので、PDBJ で例えば先ほどの CDK2 アンダーバーヒューマンとか P53 アンダーバーヒューマンっていうのを工藤さんが説明したキーワードサーチでこれを入れるとヒットします。ただ、DNA のデータベースっていうのは、このユニプロットとはまた全然違う考え方で、タンパクの ID が振られていて、こんなような感じのやつですね。で、これはどういうふうになってるかっていうと、ちょっと例を示すとですね、これ、先ほど中村先生の説明があった DDBJ の、キーワード検索、アルサっていうんですかね、ARSA っていう、これで CDK3 っていうふうにやると、DDBJ に入っている CDK3 という遺伝子の対応する DNA の配列が出てきます。それは当然、DDBJ は DNA のデータベースから DNA が出てくるんですね。で、だけど、ちゃんとした DNA の遺伝子のエントリーには、フィーチャーテーブルの中に CDS っていうのがあって、そこにアミノ酸配列が置かれています。で、そのアミノ酸配列の一個一個に、プロテイン ID っていうのが振られていて、この場合、AAV40830.1 っていう、振られていて、これが、DNA のデータベースで、標準的に使われる、タンパク質の ID の書き方なんですね。で、それがこんなような感じ。になります。でこれも一応ホムコス、これはこれを PDBJ に入れてもさすがにヒットする、原理的にはもしかするとセマンティックウェブとかを使えばできるような気もするんですが、今のところはこれはそのままヒットはしますしないと思います。で、ホムコスは一応内部でウェブに慣れてアミノ酸に変換するという操作をするようなのを付け加えたので一応通ります。であともう一つこれと似ていてちょっと違うものにレフセックっていうのがあるんですが、これは DDBJ が作っているものじゃなくて NCBI が独自にこれらのプロテイン ID の重複を除いて標準的なゲノム配列っていうのを作る努力と脈々としていて、そのゲノム配列に書かれているタンパク質の ID、 これはこんなふうになっていてちょっと違ってて NP、 これタンパク質 NP ですね。でメッセンジャー RNA は NM とかなってて、こんな書き方で書いてます。で、今日ちょっとやろうかなって思ってたスニップのデータにタンパク質 のアイデアが書かれているのが結構あるんですが、それは基本的には、これかこれかで当然書かれている DNA に付随するタンパク質ですからどちらかで書かれていて、これが書かれていることはまずないということです。なのでまあ、ちょっと状況はすごくごちゃごちゃしているんですが、その統合化という観点から言うと、まあ、それぞれ DNA とタンパク質でちょっとずつ文化が違っていて異なる ID がこう複雑に、重複しながら作られていて、これをまあうまくつなげるような努力っていうのはまず、すべきなのかなと、個人的には思います。でそれで、さっきの CDK3 の話に戻るとですね、先ほどモノマーの構造をお見せしたんですが、ヘテロっていうところに行くと、このヘテロライマーの構造の一覧を見ることができて、で、ここに赤いバーが書いてあるのは、これ、インタラクションしているコンタクトサイトのことですね。で、これがインタラクションしている、他のタンパク質で、サイクリン A2 っていう分子が、この CDK3 ヒューマンのホモログと、結合している複合体の立体構造が出ているということであります。で、これも同じようにこの 3D というアイコンをクリックしていただくと、
あ、こんなふうにこの2つタンパク質が並んでいるのが出ます。それで、この場合はモノマの 3D のビューと基本的なインターフェースは同じように作ってあるんですが、違いがあるのはここが2段になっていて、でコンタクトサイズっていうそういうカラムが出てきます。でここに 37L40E とかこういうアミノ酸番号とアミノ酸種類が列挙されて出てきて、でこれが相互作用部位になります。でここをクリックすると、その部分がワイヤーフレームで、こう強調表示されるようになっています。でちょっと一応、この番号っていうのが当然番号とアミノ酸っていうのは異型と標的のアミノ酸配列と異型のアミノ酸配列で少しずつ違うはずなんですが、これはあくまで CDK3 の方、つまり予測しようとしているアミノ酸配列の番号とアミノ酸になっています。CDK2 ではなくて3の方になっているので、ユーザーが入力した40番目のアミノ酸はちゃんと E になるように作られていると、そんなような感じです。でこれも同じようにモデラーのスクリプトをダウンロードすればこれ丸ごとモデリングすることができます。とこんなような感じになっているということです。で、同じことがですね、化合物でもできて、そのページのずっと下に持っていくとこういうふうな感じで、化合物の、構造式、分子構造の二次元表示が出てきて、これもこの化合物 と、CDK3 のホモログとの相互作用、複合体を作っているものが PDB にあって、それは、こういうところで相互作用しているというののリストが出てきて、同じようにこれをクリックすると化合物 と、複合体の構造の絵を出すこともできるという、こんなような感じになっているということです。こんなんですね。で、あともう一つ、見ていただきたいのが、この今はこれ、アミノ酸配列を横に並べて、それぞれのホモログの情報をこういうふうに載せていくという表示になっているんですが、逆にアミノ酸配列をこう縦に並べて、各アミノ酸の部位ごとに、情報をまとめるという、サービスがあります。で、それがこの一番上にあるサイトテーブルというの、これをクリックしていただくと、基本的に、元にしているデータは全く同じなんですが、見方を、縦方向がアミノ酸になるようにというふうに変換してくれる。ちょっと重いかもしれませんが、一応出ます。こんな感じになる。でこれは1乗1アミノ酸です。1番2番3番4番ってアミノ酸が、こう縦にこの場合305個のアミノ酸が305乗にこうザーッと並んでいるということになります。でそれぞれ、二次構造、ここがアミノ酸配列で、次が二次構造で、3つ目が、溶媒露出度ですね、 と、テンプレートにした、立体構造の ID と複合体を作っている場合は、これヘテロって書いてあるのは、タンパク質のヘテロ複合体の相互作用部位になっているってことです、このサイトが。で、あと、中で、ホモログの、ユニプロット内のブラストの検索っていうのをあらかじめかけてあって、マルチプルアライメントを持ってます。で、そのマルチプルアライメント上にどんなアミノ酸が出てきてるかっていうのがここに出てきます。で、これの数が多ければ多いほど、例えばこれとかはほぼ全部のアミノ酸が出てくるから保存が良くないと。少ないのは保存がいいというふうに、そんなふうに見えるということです。で、この場合は何でしたかな。3番目。例えば、このサイト3っていう3っていうところをクリックすると、この3番目の、サイトだけの情報をまとめたページが出るはずで、まあ、こんなふうに出てきて、このサイト3という3番目のサイトが一体どういうふうに見えるのかというのの情報のサマリーが出てきます。でこの、
パーセントオブアミノアシッドインホモロガスプロテインというのを、ここに、ホモログでどれだけのアミノ酸が出てくるか、アルギニンが 18%、アスパラギン酸が 15%、リジンが 14% という頻度分布が出てきます。で、これは EDO っていうケミカルとの相互作用分子、相互作用分子になっていて、これらのタンパク質の、ヘテロ複合体の相互作用分子になっているということが分かる。これは何を意図して作っているかというと、スニップの解析なんですね。ここにミューテーションが入ったときに、立体構造上どんなことが影響が及ぼすのかということを、簡便にこうまとめるサイトができないかなと思って、それで、ちょっと手間をかけて作り込んでいるということをやっています。で、それで、あとあんまり時間がないので、後半はもうバサッと省略してですね、せっかくちょっと作ったのでスニップの解析を何かやってみようということを残りの15分ぐらいでやって、それで私の話はおしまいにしたいと思います。で、とにかく私のもともとのお題がゲノム配列とタンパク質一体構造の統合的検索とモデリングということなので、なんか講習のテーマとしてですね、塩基配列からスタートして、それを塩基配列に対応する立体構造のデータを見て何か分かると、そんなストーリーが作れないのかなと、ずっと思っていて、それで、いろいろ考えたんですが、やっぱり一番、意味がありそうなのは、スニップですね、遺伝子の変異が入ったと。つまり、私のゲノムを調べた時に他の日本人とは違う DNA を持っている箇所があったと。でその時にそういう変異を、持っている場合に、表現系にはどんな影響が及ぶだろうかということを考える、それ非常に難しい問題で、いろんな要素が複雑に、絡み合う問題だと思うんですが、それを、とりあえず、タンパク質の立体構造の観点から見て、それが、表現系、つまりタンパク質の立体構造、あるいはタンパク質の一体構造から分かる分子機能 と、関係影響を及ぼしそうかどうか考えてみようということを、それも、そういうこと自体が、必ずしもうまくいくとは限らないけれども一つのアプローチではあろうというふうに思うので、それをやってみましょうということを考えました。でそれで、できれば今回参加している4局の方が作ったデータベースからスタートしたいと思ったんですが、でスニップ自体は、当然 DDBJ が非常にもともとショートリートアーカイブとかを集めていらっしゃるから、非常によくできたデータベースを持っていると期待したんですが、最初の朝説明があったように非常に有望なデータはアクセス制限があるんですね。ちゃんとユーザー登録をしないと中が見えないようになっています。それで、ただで見れるデータベースで、そこそこ面白いものは何かなといろいろ探したところ、NBDC の中に、ヒトゲノムバリエーションデータベースっていうのがあります。これちょっと最近あんまり更新されてないようなんですが、ここに大まかな一応病気との関連性のある遺伝子の変異のリストがありますので、これを起点にちょっと立体構造へのマッピングを考えてみましょうということをやってみたいと思います。それで、まずですね、NBDC のサイト、Google で NBDC というのに行っていただいて、でそうするといろんなデータベースのリストがあります。PDBJ もここにあります。DDBJ もここにあります。でそのアクセス制限が非常に細かくかかっているのはこの辺なんですけれども、この真ん中のこれですね、ヒトゲノムバリエーションデータベースというのは基本的にフリーで見えるので、これを、アクセスしてみてください。行ってみます。こんなふうにこれ切れちゃってますね。ここですね、カタカナでヒトゲノムバリエーションデータベースというのを見ていただくと、こういうサイトに行きます。でこれもいろんな細かい、その後にいろいろ選択肢があるんですが、
一番、左横のこのヒューマンバリエーション DB というのをまあ見てください。こうですね。これです。これを選んでいただくと、まあ、こんなようなサイトが出てきます。で、これはいろんな病気と関連する、スニップの情報を集めたデータベースになっていて、でそれぞれ多分 G バスをやってあるんだと思うんですけども、細かい、病気との関連性の P バリューとかもまとめてあるような、それなりによくできたサイトなんだと思います。でそれで、私自身はそういうあんまり医学の知識はないので、どれを選んでいいのかあんまりよくわからないところもあるんですが、とりあえずこのブラウズバイディジーズネームというのを押していただくと、そうすると、病気のリストが、出てきます。で、あらら、変なもん言っちゃいました。それで今回は、とりあえず練習ということで、一番上のアドレノ流行ディストロフィーというのを選んでみてください。でこれがどんな病気かっていうのは本当に、私は病気の関しては素人で申し訳ないんですが、ウィキペディアをちょっと添削させていただきました。日本語、ALD っていう、日本語だと副腎白質ディストロフィーと言われているものです。去年あたり氷水をかぶるようななんかイベントをやったのは、あれは ALS でしたね。あれもディスタントかディストロフィーだったと思うんですが、それとはちょっと違うものです。でこれは先天的な脂質代謝の異常があって、それで、何らかの不具合が起きるような病気だそうです。ペリオキソン病の一つで特定疾患だそうです。でそれの、ページを、見るとですね、こんなふうにまとまっていて、この辺がもうまさにゲノムの世界で、ゲノミックポジションっていう、第一染色体のなんかこういう場所が、アデニンかグアニンに変わっていると。それでこの2番目のこの RSID っていうのが、これ NCBI が管理している DBSNP っていうスニップのデータベースの ID です。で、これ NM っていうのは、これは、RNA の情報ですね。RNA、この NM なんとかっていうのは FSEC の RNA の ID です。で、RNA 上は、これ27番、2756番に相当すると。で、その次が、スニップ自体は必ずしもアミノ酸の置換をもたらすとは限らなくて、イントロンとかに入っちゃえば全然アミノ酸は変わらないんだけれども、この場合一番最初にあるのは、このアミノアシッドチェンジが起こっていて、この NP000245 っていうのは、これが FSEC のタンパク質の ID です。でそれが、919番目が D919G っていうのは、919番目がもともとアスパラギン酸だったのがグレシンに変わるという変異があると。で遺伝子の名前は MTR であって、それで、ちょっとこの辺はあんまり質問されてもわからないんですが、何らかの関連性の統計的優位性が、そこそこ低い、そこそこ低いと多分言うんでしょうね。そんなに低くはないですね。P バリューは 0.5 ぐらいだ。ただ、なぜかこの辺も私が制作者じゃないから分からないんですが、3通り、書いてあって、これこの3つは同じ変異なんですが、 P バリューが3通り書いています。多分検定の仕方がそれぞれ違う、データが違うんじゃないかと推察します。でこれの立体構造も見てみましょうということがお題です。で、まずですね、ゲノム上のポジションっていうのを、見るために、この DBSNP のこの ID をクリックすると、この対応する DBSNP のページに行きます。でこれをクリックしてみてください。でそうするとちょっとこれも、多分ねこういうページに来るんじゃないかと思います。でこれ、起動がもしかすると非常に遅くなるような、さっきをやったところそうだったので、こう前に僕は起動したのを置いてあるんですが、やったことをもう一度説明すると、ヒューマンバリエーションデータベースに行って、それでブラウズバイディジーズネームから一番上のアドレノ流行ディストロフィーを選んで、それの一番スニップが並んでいる中の一番上をクリックしていただくと、そうすると、DBSNP のこういうサイトに
くはずです。で、この絵が結構分かりやすいので、これを見せたいんですけれども、ちょっとで表示が、これが出てくるのが、遅いかもしれません。で、ここで、これ、NCBI のサイトで、いろんな情報が集約されていて、NCBA は本当にただのものは何でも取り込んで自分のもののデータベースしてしまうっていう、これ非常に激しくやるところなので、スニップに関してもものすごい努力をしていろんな情報が集められています。で、これ非常に分かりやすく書かれていて、ここに、DNA の配列が出るんですね。それで今注目しているのはこのサイト で、これがコドンボックスで GAC ですね。なのが、GGC に変わるという変異を受けているということになります。で、これは、このタンパクの NP00245.2 というのの919番目のアミノ酸の D に相当して、この、ベースが変わることによってグライシンに変わるという、こういう変異に相当するということが、分かると。で、他にもいっぱい似たような変異が登録されて、この辺の赤いのが全部スニップです、登録されているのが DB スニップにいっぱい入っているということになります。で、それで、あと、時間がないので、要するに、結局、ここまでのところで私どもが得た情報っていうのは、何をしたいかっていうと、タンパク質 NP_00245.2 という、これ、レフセックのプロテイン ID なんですが、これの919番目のハスプがグライシンに変わるという変異が起こるっていうのは、立体構造から見ると一体何が起こるというふうに期待できるのかというのを考えてみようということをしてみたいと思います。で、それでやり方は先ほどと同じで、ホムコスのウェブページの、タンパク質に対する検索のところに行って、それで、ここの ID のところにこれを正確に打ってください。NP_00245.2 です。こういうの非常に打つの大変なんですが、コピペでもいいですけれども、これを正確に、打ってみてください。そうすると、先ほどの CDK3 でやったのと同じようなページが出てくるはずです。何でしたっけ。なんだか忘れちゃいました。NP_00045。これもちょっと時間がかかるかもしれませんけど、多分いくと思います。こんな感じのページが出てくると思います。で、そうするとですね、まずユニプロットがこれ、レフセックを入れたんですが、ユニプロットの ID が出てきて、ユニプロットっていうのは非常によくできたデータベースで、それぞれのタンパク質の機能がすごく細かく英語で書かれています。で、これをクリックすると、いろんなことが書いてあって、このタンパク質っていうのはかなり大きな1265もあるアミノ酸なんですけれども、メチオニンシンセテース、メット H っていう名前のタンパク質であると。で、こう機能を見るとですね、ビタミン B12 っていう補酵素を使って、メチオニンの整合性のどこかに関係している、メチルテトラヒドラフォルフェートっていうのを L ホモシテイントっていうなんかごちゃごちゃ書いてあって、メチオニンに関係するような整合性の一部になっているようなタンパク質だということが分かります。で、もともとこの病気自体 ALS って病気自体が、脂質の異常って書いてあるので、ちょっとメチオニンの整合性とどう関係するのかっていうのはちょっと関係あるのかなっていうちょっと疑問ではあるんですけども、もしかするとどっかの代謝のパスウェイで関係するのかもしれないという、そんな感じで直接脂質の構成には関係してないように一見見えますけれども、ちょっとそこは僕にもよくわからないです。で、それで、919番目の、アミノ酸はどうなっているかっていうのは、それは先ほどのこのサイトテーブルというのを、これを押してください。そうすると、こういう、表のリストが出ますので、で919番目のところをに注目していただければいいんだと思います。で、これも、919。
すごい長いですね。ここですね、919で、アミノ酸 D になってますね。で、ここで、これヘリックスで、露出してます。で、ホモダイマーのインターフェースになってて、あと COB っていうコンパウンドのインターフェースになってる。で、ユニプロットにも実は変異の情報書いてある、ポリモーフィズム無害だって書いてあります、ね。それよりは次の210の号がディジーズだって書いてあるんですが、まあ、これはちょっとでなんか意見の不具合があるんですけど、まあ、とりあえず919番を注目して、この919っていう番号を押してみてください。そうすると、こんなようなのが出てきます。で、まず分かりやすいのは、ホモログで、これが本来は D なんですけれども、G に変わると、フリッシュに変わると。で、ホモログで、そもそも G を使っているものがあるかっていうと、こう見ると ないんですね。だからホモログで G を使ってない。だから他の生物種で、グリシンを使って生きているものはないということで、この段階でちょっとこの辺はやばいんじゃないかというふうに、これ、こう押すと、こんなようなマルチパラメント一部が出てきて、確かに、グルタミンは結構あるけど、あとチャージのアミノ酸も結構あるけど、グリシンは出てこないですね。で、これ結構遠いところまで見てて、大腸菌とかまで入ってます。バクテリアまでホモログが入ってるけど、それでもグリシンは誰も使ってないので、これが G に変わるっていうのは結構やばいんじゃないのかっていうのが、まず、第一印象で、ということになります。で、立体構造上はですね、まず、ホモダイマーのインターフェースになってて、COB っていう、分子の相互細部位になっています。で、これで、この 3D ってアイコンを押していただくと、こんなのが出てきてですね、で、これ、919って書いてあるのが、これが今注目しているアミノ酸で、確かにこの非常に大きい、よくわからないというか、大きい、これ、コファクター、ビタミン B12 に関係する。それと近いので、これがグリシンに変わるって変異をすると、これの相互作用がおかしくなるんじゃないかっていう仮説自体は立てられそうだということまでが言えます。でこれちょっと関係が非常にごちゃごちゃしているので、少し僕の方でまとめたんですが、この抗メチルコバラミンっていう非常に大きなこのヘムみたいなポルフィリン管の中にコバルトが入っていて、こちら側に、ATP みたいなヌクレオチドがついているっていう、そういう合意分子ですね。で、これと、近い、確かに水素結合をしててもおかしくない距離になります。で、この、酵素自体は非常に複雑で、実はホモダイマーで機能していて、これ、宙に浮いているように見えるんですが、これ、向かい側にこの緑色のもう一個の自分自身があって、向かい側に結合している、コバラミンと、このアミノ酸が接触しているという、そういう事情になっていると。で、これが変異を受けると、もしかするとこのコバラミンとの結合がおかしくなって、失活するのかもしれないということは言えるのかなという、そんな感じですね。一応、言えそうなことはちょっとまとめてみたんですけれども、そもそもグリシン自体はホモログでは現れないと。で、溶媒露出度は高いんだけれども、ホモリ溶体の相互作用面にあって、酵素に結合しているので、この変異が、何らかの悪さを及ぼす可能性はあると。こんなような、仮説を作ることはできるのかもしれないということです。で、大体時間ですので、で、あと、スライドはたくさん作っちゃったんですけれども、割愛させていただいて、興味がある方は見ていただければ、ある程度、ご自分でもできると思いますので。で、なんか質問とか、こういうモデリングがしたいんだけど、どうすればいいのかと。というような相談とかがありましたら、私宛にメールでも何でも言っていただければ、できるだけ対応しますので、よろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。